西武バス、滝山営業所。西武バス、滝山営業所は、東京都東久留米市ざ里に位置する、西武バスの営業所である。主に西武池袋線以南の東久留米市や清瀬市、小平市、東村山市東部と、倉、野市、西東京市、小金井市周辺の路線を受け持っている。営業所もより停留所は、滝山営業所である。本校では、 東営業所管轄の西原車庫、西東京市西原町の設立経緯、所管路線についても説明する。西原車庫を含む滝山営業所管轄路線の歴史は、戦前の1921年、大正10年にまで遡る。当時、西新宿津のはずに住んでいた、桑原春民によって、田市自動車商会が創立され、武蔵坂井田市館に路線バスを開業させた。 しかし、同区間には、桑原春民の田無自動車商会より一足先に、元橋徳によって、乗り合い馬車が運行していたため、両者の競争を招いた。1922年に、元橋徳が自動車路線の営業権を譲り受けする、ことでこの競争は、決着がつき、昭和初期までに、田無町駅、現在のひばり川丘駅、久留米町、 現在の東久留米市前沢方面への路線延伸が行われた。1934年に元橋徳の運行する路線バスは西武新宿線の前進会社である西武鉄道9に買収された。西武鉄道はこの時すでに鉄道線と並行して花子金井田梨台関、現武蔵関付近にバス路を運行していた。西武が 元橋の路線バスを買収することで、田無を中心に東西南北へ伸びる主要路線網が一気に築かれた。こうして成立した路線は太平洋戦争終戦を挟んで西武自動車、現西武バスとなって以降、田無駅前に設置された西武バス田無営業所の所管となった。1950年代は鉄道沿線の宅地化などで、 都内各地で急速に路線網が拡張された時期だった。この地域においても東部東上線を北限に南限は中央本線までとして各鉄道駅間を結ぶ長距離路線が新設されていった。戦前からの路線が運行を続ける田無地区では武蔵境田無田無町線が浅香まで延伸したほか小金井街道周辺では武蔵小金井清瀬式線。 武蔵小金井東久留米線が新設された。1959年には、ひばりが丘団地の完成によって、同団地への乗り入れも開始した。この地域での宅地化は1960年代も続き、小賀団地、久留米西団地、滝山団地が次々に完成、入居を開始した。特に滝山団地の規模は大きく、同団地から各駅への輸送を担当するために、 新たな拠点が必要となったため、1969年に滝山営業所が開設された。1960年代以降、モータリゼーションが進み、交通量の増加や踏切待ちによる渋滞の悪化で、長距離路線を中心に定時運行が困難となった。そのためバスの利用客が減少し、路線の分断、短縮などによる効率化が進められてゆく。 路線分断、短縮による運行効率化を進める過程で、主要道路上を東京都内と埼玉県内にまたがって運行していた長距離路線がほぼすべて廃止され、西武池袋線を大まかな境界として運行エリアを分断していくことになる。その後1990年代には、西武池袋線、西武新宿線の各駅前において再開発事業が進み、 この地域でもそれに伴う営業所の移転、再編が相次いだ。1992年12月24日、清瀬駅北口再開発のため、清瀬駅前にあった西武バス清瀬営業所を新座市に移転。新座営業所と解消して、西武池袋線より北側の路線を移管した。1994年6月16日、田無駅北口再開発のため、 田無駅北口に隣接していた田無営業所は廃止されることとなった。しかし、田無営業所の所管路線をすべて滝山営業所へ移管した場合、営業所の用地が確保できないため、高野駅発着路線を上石寺営業所へ移管した。それ以外の路線は、田無市、現、西東京市西原町の文化女子中学高等学校前に、 滝山営業所西原社庫を新設し、西原社庫の所管として存続させることとした。こうして、滝山営業所は、従来の滝山団地周辺のみを担当する営業所から分社庫を有して、多摩東部地域を広く管轄する営業所へと姿を変えていった。路線の改変が落ち着いた後、所属車両の前面にある後乗り表示を、 ペイント式で出場させたり、行き先表示を利用客に認識しやすいよう工夫する独自の設定をしている。後乗りペイント出場に関しては、近年新車出場時から表示の省略化も見受けられる。また営業所内には、西武バス社員専用の教習所が設けられ、路線車を転用した教習者も在籍していたが、教習所は現在、旧、 所沢営業所の廃止によってできた空き地へ移転している。2002年の西東京市誕生時に新設されたコミュニティバス、花バスの運行も住宅している。2007年6月23日、滝山営業所、西原車庫において交通 IC カード、パスも、追加が使用開始された。花バス専用車両には当初システム未搭載であったが、 2013年8月より、運賃値上げと共に導入された。滝山管内でも伝統ある路線で、東久留米駅から前沢塾に出て、小金井街道を経由して運行される。工述する部21の解説で、便数は減ったが、東久留米市の中央部を南北に通り抜ける路線として、部13、瀬、小金井線、小平営業所担当と共に利用者が多い。 後日の久留米近所小金井線、滝山久留米線及び、東久留米駅東口発着の新座営業所、管轄路線とともに、東久留米駅から、初乗りーチ区間の短距離範囲で、ワンコインバス適用である。IC カードでの支払いも可能である。2014年7月16日、通信住宅バス停が、他の武蔵小金井駅発着路線とともに、 グローブライド本社入り口バス停に名称変更された。2016年4月1日、農薬検査場バス停が他の武蔵小金井駅発着路線と共に小金井公園北バス停に名称変更された。2016年6月16日に従来の東久留米郵便局前沢塾経由のルートが蒸気ルートに改正された。 部21の新設で以前より便数が減ったが、駅から遠い滝山、久留米西両団地への足として利用者が多く、主力路線のドル箱の一つといえる。1969年に滝山団地の入居開始に伴い開設された。部15は滝山営業所武蔵小金井駅の運行だったが、部13が小平営業所管轄となり、 武蔵小金井方の同系統運用車両補充のため、武十五の一部が小平営業所の管轄となった。小平営業所担当便は、武十五滝山団地武蔵小金井駅と番号なし武蔵小金井駅久留米西団地のみの運行で、滝山営業所構内には入らない。1九9八年一月二十日の東久留米市の都市計画道路開通によって、東久留米駅から 小金井街道を避けて、来る目にし、滝山両団地を、新ルートで結ぶ路線として新設された。滝山団地は、西半分を経由し、新小金井街道、東京街道を経由する。東京街道区間の一部はかつて運行されていた、部16、武蔵小金井駅小平駅北入り口を振り返った、ものである。1998年から、西武バス発のノンステップバスが充当されており、 交通不便地域だった東久留米市中西部、伸び止め、下里、八幡町地区などの利便性改善にも貢献している。2010年4月1日、中央公民館前停留所が中央図書館へ変更された。2015年4月1日より、昭和病院への輸送を目的として、来る31系統が新設された。平日、月曜日く金曜のみの運行で、他に、 番号なしの出入固系統、滝山営業所昭和病院線と共に、道路事情の関係で、近所高校からそのまま、新小金井街道を南進。一旦、西部新宿線下をアンダーアッパスで潜り、大梅街道との交差点を左折して、昭和病院に向かう、昭和病院構内には入らず。その後、大梅街道を東進して、小金井街道へ左折し、 本線の部21系統と合流する。2018年3月30日をもって、来る31系統及び関連出入庫系統の運行が終了された。吉祥寺駅から吉祥寺通りと梅街道を経由して、花子金駅まで運行する。西部新宿線と離れていない区間や他社との並走区間、渋滞の影響を受けやすい路線だが、 多摩昌平保健所や小平合同庁舎、田市警察署などの公共施設、田市駅付近を通ることもあり、乗車率は良好である。柳沢小平合同庁舎間は、トエバスとの共通定期券取扱いを行っていたが、2015年の梅70系統、運行区間短縮に伴い、共通定期券の取扱いは終了した。吉祥寺駅では、自社、 他社含めていずれも前乗り先払い方式の中で、道路線のみ、中乗り後払いの整理券方式となっていたが、2009年10月16日より、乗降方法が、前乗り後不倫の申告制運賃先払い式に変更された。吉祥寺駅行きの東伏見稲荷神社伊藤は23区、武蔵野地区運賃、均一性となるため、申告の必要はない。以前は、 西原車庫も担当していた。高22は、三鷹駅に乗り入れる路線としては他社含め唯一の後乗り整理券方式である。高2 2のひばりが丘駅、北原住宅は、堺線の深夜バス、堺霊を含む、口術と同じルートである。単色 LED 表示器時代の系統番号表示は、G 色を反転させたものとなっていた。 ひばり81は高22の出入庫で設定された。一部の便は西原車両も担当している。元は南沢5丁目泊まり、営業所南沢5丁目は、改装だったものを営業化したもので、便数は少なく、南沢5丁目までは、小賀団地線、他44、堺07と同一で、家は多くの区間で独自である。 ブ14.15や新3.03から1とも多くの区間で並行する路線だが、花小金井駅と久留米西団地を結ぶ路線として多数運行している。花小金井駅は武蔵小金井駅発着系統の小金井街道沿い、西遊前、花金井駅入口の発着で駅前には乗り入れないため、駅前からの利用や小金井街道の踏切渋滞を 避けて駅へ向かう需要に応えている。武蔵小金井駅からの深夜バスも運行されており、最終便は西武バスで最も遅い、花小金井駅発25時28分である。清瀬市南部から東久留米市西部を経て、花小金井駅へ向かう路線。新礼2が中心だったが、1988年の新礼3新設によって分断されていた下里、 滝山両地区が結ばれることになった。なお、久留米西団地、滝山団地間は、来る51、部14、花01が北側を回る、白山公園、下里3丁目経由のに対し、新3.03から1は、部21と共に、南回り、柳久保1丁目経由になる。枝番系統は、東京病院の正面玄関前まで乗り入れる。 2008年7月16日、梅園一丁目停留所が、副十字病院に変更された。東久留米駅から、郵便局を経由し、滝山中央通りを走行して、滝山営業所に向かう路線。滝山団地から先、久留米西団地へ伸びる来る51もあったが、先日の部21の解説もあり、廃止となった。来る52のかつての終点は、滝山団地停留所だった。 2016年6月16日改正より、部中には、東久留米郵便局、前沢塾を通らずに、東久留米市役所、同り橋の振動を経由する、ショートカットのルートへ変更されたが、東計等は従来通り、前沢塾経由で維持している。イオンモール東久留米の開店に合わせ2013年4月18日、開設。運賃100円均一で、東京都シルバーパスや、 各種乗車券は利用できないほか、IC カードによるバス利用特典サービスの対象外など、コミュニティバスに近い形態の路線である。一部新設区間があるほか、東久留米駅ルートの東久留米市役所付近、笠松坂東京道付近はかつて運行されていた対45、東久留米駅ターミナル田無駅のルートを復活させたものである。 2002年の西東京市誕生により運行開始。詳細は花バスを参照。関東バスと共同で受託運行している。第1.23ルートを滝山営業所が担当。第4、北ルート。第4、南ルートは関東バス、武蔵野営業所が担当。2015年8月16日、武蔵坂井駅前バスロータリーの変更に伴い、 武蔵堺駅から発車する田梨駅方面の全路線に第二小学校停留所新設及び武蔵堺自動車教習所武蔵堺自動車教習所入口停車一設、解消駅前バス停一変更が行われた。八と新道から武蔵堺通り、旧道がつながっていた2000年まではほぼ一直線にひばりヶ丘駅田梨駅間を結んでいたが、 都市計画道路の完成により、下記の述べるひばりが丘団地経由や南沢五丁目湯の路線を含めて、田無駅付近の経路が複雑化した。他42は、早朝、夜間のみ運行する区間便で、堺令後は、夜間にひばりが丘駅行きのみ運行し、宿を通らずにひばりが丘団地を経由する、八小学院北は高22と同じ経路。 2007年10月16日より、石川島張間入り口バス停名が、市政学者東京前へ変更された。2013年12月16日より、平日はさらし主事の武蔵境駅企業に限り、踏切遅延防止のため武蔵境通り上の、藤見橋を非経由と市西部新宿線脇を通り、西東京市道119号線、西部新宿線と、 立体交差する武蔵境通りのバイパスへ迂回する便が18便設定され、さらに2014年10月16日からは、武蔵境駅行き方向の終日全時間帯で、西東京市道119号線へ迂回する経路変更を実施した他の路線及び、ひばりが丘駅方向は従来通り藤士見橋経由。2017年4月1日ダイヤ改正において、 ひばり83系統が新設された。変方向運行のため、ひばりが丘団地中央は統計統の始発専用である。2017年8月1日、ひばりが丘駅入り口、八と館に、八つ町公園バス停が新設された。ひばりが丘団地の東側を通る路線で、かつては、堺井霊さんよりも利用者が多かったが、団地の建て替えによって、 沿線人口が減少した時期もあり、1990年代後半から2000年代後半までは、中型車が計画中折れていた。ひばりが丘団地停留所はかつては、団地声優前と称して、声優ひばりが丘団地店の前にあった、同店は、隣の中原小学校前に移転。堺井04系統がメインで、他43系統は、朝や夜間などに限られている。 ひばりが丘団地北西側の東久留米市にまたがり、ひばりが丘、田梨間では最も西にそれる路線。上記の矢と経由、六角地蔵村経由路線と異なり、岡梨駅までの第44がメインで、武蔵堺駅まで運行する堺07がサブとなる。小賀団地線の名称は、小賀機海金属の社宅が沿線にあったことに由来する。 1980年代までは、小賀団地折り返しのひばり31や、東久留米駅ターミナル発着の他45、さらに、昔は、田無駅と所沢駅を、所沢街道経由で結ぶ他46、所沢営業所管轄も存在したため、他44として運行する便は、1980年頃は、平日15回、休日は10回程度にとどまっていた。これらの系統が、 いずれも他44に集約され、西原グリーンハイツや文化女子高等学校の開設による経由地の変、さらに三和銀行、熊谷組のグラウンドアト地にマンションが開発されたこと、途中の文化女子高等学校に西原車庫が設置されたこともあり、1990年代後半から利用者が増加し便数もそれに合わせ増加した。2006年10月1日には、 堺零七が新設された。第一官業銀行水穂銀行グラウンド後に建設されたイオンモール東久留米の開店に合わせ、2013年4月16日のダイヤ改正から小賀団地停留所、イオンモール東久留米、グランド前停留所をイオンモール東久留米南に改称した。また、坂井0は土休日ダイヤでは昼間の運行をなくしてた十四に振り替え、 大体として、田梨駅以南のみ運行する、堺08が設定された、2014年5月16日改正で、廃止。2014年10月16日改正からは、深夜バスの武蔵堺方面からの便に、南沢五町目行が新設された。2017年4月1日ダイヤ改正にて、ひばりが丘駅、4モール東久留米線が新設された。 現在は三菱不走製の車両とイスズ自動車製の車両を基本的に導入しており、2018年度以降のハイブリッド車と小型車のみ、日の自動車製となっている。かつては一般路専用は日ソンディーゼルとトラックスに統一されていたが、2007年には中扉付近の座席数を減らしたレイアウト変更車のイスズ自動車製車両が配置された。 2008年からは上尺寺営業所に続き、日産ディーゼルスペースランナー RA、三菱不走、エアロスターの OEM ワンステップバス及びノンステップバス。2011年からは三菱不走、エアロスターの純正車も導入されていた。ワンステップ車は後乗り路線が多いため引き動採用している。2013年にはイスズエルガハイブリッドが導入された。 滝山営業所は開設当初、日産ディーゼル製車両が集中配置されたが、1970年代の三菱、不送車の配置を経て、再び日産ディーゼル製車両に統一された。一方、西原車庫の前身である、田無営業所は、1970年代以前は、日野自動車製車両を主力とする営業所で、一部は関東バスにも見られた前後方式の扉配置と、 なっていた。また、田無配属車両は、沿線に境外道路が多く、大型短尺車の配置がほとんどであった。車内放送装置は、他の営業所は、クラリオン製なのに対し旧、他無し営業所と共に、テープ時代から、ネプチューン製を使用しており、アナウンサーや、放送内容が、他の営業所とは異なっていた。現在も、音声合成放送装置は、ネプチューン製である。 音声合成は他の営業所でもネプチューン製が採用されている。また、換気扇についても他営業所に多いゴールドキング製ではなく藤森電気製作所製が使われている。2009年10月16日より基地64の乗降方法変更に伴い一部車両に新座営業所所属車両と同じく出入り口表示のサボカ取り付けが行われている前乗り後乗り。 2007年秋より、小平営業所と共に左折時の方向指示器と連動して電子音が鳴るように改造されている。電子音が鳴るだけで左に曲がりますといった音声外ンス機能はない。車内でもよく聞こえる音量であるため、乗客への注意喚起にもなっている。2015年3月下旬からは、従来の一般的な LED 式による方向表示から、 路線バス用に開発されたカラー LED 表示器への改造が開始され、練馬、乗車区 G、新座と共に、西原所属車も含めた改造車が出場。一般ダイヤにて運用を開始し始めている。東久留米駅の旧駅舎は平屋建てで、現在の北口の位置に存在していた。当時の西武バスは、旧、清瀬営業所管轄路線、東久留米団地、朝霞台駅、 清瀬駅方面は駅前に乗り入れていたが、駅との道路出入りは一方通行の境外道路で、駅前も大変狭く、平日朝の通勤時は最大1から4分間隔のバスを裁かなければならなかった。駅前構内にはバスが展開するためのターンテーブルが存在していた。このため、滝山営業所管轄の路線と、旧岡梨営業所管轄の田梨駅行きます。 他45系統は、駅から歩いて、約5分の位置に設けられたバス乗り場、通称、東久留米駅ターミナルを使用しての発着予儀、なくされていた。1994年11月16日に、京上駅舎が完成し、駅前再開発により、バス乗り場も整備された。新設された、駅東口、西口より、それぞれのバス路線が発着するようになった。 東久留米駅ターミナルの跡地は2015年現在大部分が民間マンションと居住者用駐車場に整備されており当時から存在するものは音楽教室が入居したビルや個人燃料店の燃料貯蔵タンク小屋が残る程度である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。